現実は厳しい。はい、建築は柴田丸です。今回言いたいことはね、一つ、設計で食べていくのも不可能だと思ってますっていう話です。まあ、これは諦めたって話じゃなくて、前回経営的な視点は重要だと思うっていう動画出したと思うんだけど、なんか経営のこととかさ、お金回りのこと考えると、いかに設計で食べていくって難易度が高いかっていうのを重々分かってくるのよ。まあ、全てを理解してないよ、まだやってないからね。なんだけど、今回はなんで設計で食べていくのがこんなに難しいかっていう理由と、とはいえ建築や設計と関わっていきたいから、じゃあ現時点で僕が何を考えてるのか、どうしたらいいと思ってるのかっていう話をシェアしたいと思います。これを話すのは別にこれが正しいと思ってるってわけじゃなくて、今の自分の持論が的外れなのかそうじゃないのかっていうのを知りたいから、なんかこの話を聞いた後に俺はこう思うとか僕はこう思うっていうのをいろんな反応を示してくれたら嬉しいなと思ってます。コメントくれたらより嬉しい。まず設計で食べていくっていうところをもうちょっと具体化して考えてみるとさ、設計料っていうのはまあ走行時費の 10% から 15% ぐらいでしょ。まあそれ以外にもいわゆる人工1時間あたりいくらみたいな形で計算して出す設計料の方法もあると思うんだけど、こう調べてみると設計業委託等技術者単価みたいな表があって、それ見てみると一番下っ端の設計補助みたいな人でもまあ 26,400 円ぐらいで、一番上の10年以上10何年とか20年ぐらいやってる一級建築士の人だと1日あたり6万8000円ぐらいみたいな感じで単価が書いてあると。でその単価見てみるとすごいなんかね、結構稼げそうじゃんって思うわけよ。でも現実全然稼げないと。まあその理由はいろいろあると思うんだけど、まあ大きく4つぐらい弱点あるなと思ってて、例えば1個目はまずキャッシュが手元に入るまですごくお金がかかる仕事でしょ。まず設計の仕事を受けて提案して、で提案 OK ってなった後に、じゃあこれでやりますって言って契約しましたと。で契約したらようやく30%ぐらいのお金が入ってきて、それ以外の 70% は2回ぐらいに分けて設計の途中でもらうとか、施工が終わった時にもらうとかで、こう3分割とか4分割とか、こうある程度分割して設計料を一定期間でこうもらっていくっていう流れじゃん。しかもさ、そうやってこう実績を積み上げようと思って頑張ってても、1年間とか2年間とか最初の方はお金も全然もらえなければ、その設計の仕事の実績がないから、実績積み上げるのにも時間かかるわけよ。そうやってもらうお金もロットの収益じゃん。要はやればやるほど積み上がってくってものじゃなくて、今回この設計の仕事がもらえたから、この月とこの月とこの月にはお金払ってくる、入ってくるけど、じゃあ今度次の月お金入ってこないじゃん、もう設計終わったからってなると、今度別軸で自分の仕事を取るために、まあコンペをやるのか営業するのかとかいろいろあると思うけど、そういうことをやっていきつつ、そこの切れ目の次の月には収益を発生させないと、じゃあどのお金を使って周りの人にお金払うのとか、自分が食べていくのっていうところになるとすごい困るわけよ。そのくせさ、扱う金額はでかいわけじゃん。だって住宅を作るって言ってそんなめちゃめちゃ儲かるわけじゃないと思うんだけど、でもそれはエンドユーザーには全く関係ない、お客さんにとって関係ないじゃん。いやいや、俺にとって人生最大の買い物だから、そんなんそれで安いとか言わないでよっていう話でしょ。こんな感じにものすっごいでっかい金額なんだけど、キャッシュフローも悪ければ安定もなかなかしづらくて、しかもマネジメントするコストもすごいでかいでしょ。しかも利益率も高くない。IT 系の仕事って大体だって人件費とかで済むかもしれないけど、1個の建築建てると材料費もかかればいろんな会社も入ってなるじゃない。そうやって考えると相当食べるの難しいと。だから設計で食べていくの厳しいなって思ってるんだけど、じゃあとはいえどうすんのって話じゃん。で今一番こうフリーランスを3年ぐらいやってきて、これから会社をやりたいなって思ってる段階で、何が大事かなって思ってると、設計で食べていくっていう概念そのものを捨てることから始めないとダメだなって思ってます。なんて言うんだろう、自分が設計した空間から仕事が取り続けられると思い込まないことが重要というか、よくさ、設計して、僕学生時代の頃自分思ってたんだけど、自分が設計してそれを何かコンテストに出すとか、それで世の中に出したら、そっからまた仕事が来て、でまた作って出して、それちょっと自分のこう能力をね、過信しすぎだよねって思ってこのいや、そうやってできるセンスのある人はいいかもしれないけど、それを事業としてやってくのってものすごいさ、こうバランス感覚が悪いじゃない。自分が描いた絵買ってくれるまで待つみたいなさ。だから設計で食べていくって考えるには、もう少し設計業っていうのを広告的に捉えて、こう別事業で利益出せる仕組みを作らないといけないんじゃないかなって思ってます。まあ他にも考えてることはあるんだけど、例えばビルドっていう会社あるじゃん、秋吉さんがやってる、まあデジタルテクノロジーによって建築生産の変革を目指す設計集団って書いてあったから、そういう会社なんだけど、具体的に内容を言うと、いろんなさ林業やってる地域に
ショップボットっていう機械を置いて、で、イマーフっていうソフトとかいろいろあるんだけど、パソコンでデータ送ったり図面送ったりすると、機械がピピピって好きな形に切ってくれて、それ組み上げるだけで家具ができるとか、それ組み上げるだけで建築ができるみたいな、そういうテクノロジー使って生産のやり方から変えて、その生産から携わって変えてるからできる建築もおもろいみたいな。で、そこ見てみると、設計で利益を出そうっていうところじゃないのかなって最近思ってて、すごい広告的だなって思ったりするの。例えばまれびとの家っていう、こう全部機械で切り出したさ、材料をさ、こう組み立てて作ったお家みたいのがあるんだけど、別にあれ一個作ってめちゃめちゃお金儲かるかって言ったらそうじゃないんだけど、自分たちのこう持ってるテクノロジーを使ってやるとこんなことができるんだよっていう代表例として作ったのが設計じゃない？つまり一般だったら自分たちのテクノロジーってこうなんだよっていうのを世の中に広めるときにはおそらく広告費を使って、まあ、CM 作るなりなんか動画作るなりいろいろやるんだけど、それを建築っていうその設計の手法に変換して自分たちで建てて見せてるから、設計で儲けたいんじゃなくて、そこで作ったものって自分たちの事業を一番魅力的に見せる形だったりプロジェクトだったりして、そうやって広告的な価値がついてるからプロジェクトとして取り組む価値があるのかなというか、設計で儲けようっていうわけじゃなくて、結局そうやってやっていく中で実際にはその生産の方でお金を出したりとかさ、いろんな企業とそのテクノロジーを使って開発するところでお金をチャージするとか、投資家さんからこうお金をもらっていろいろ事業を回していくとか、こう別の方でこうキャッシュエンジンがあってこうお金が回ってるんだけど、それらを使って表現するために設計をするっていう、設計の立ち位置とそのキャッシュを自分たちの表現したいこととそのお金を生むっていうところをこう別軸に切り分けて、それらが別々のサイクルでちょっと広告的に絡み合ってるっていう事業モデルがすごい面白いなと思ってて、そういう考え方はもっと自分たちもしていかなきゃいけないんじゃないかなって思ってる。他にも不動産投資専門の物件のみを扱う公務店とかもあるんだけど、そういうところ見てみると、まず自分たちで不動産投資して物件作って、こうそこで利益を上げつつ、もちろんそこの設計も自分たちでしてるんだけど、それを今度名刺代わりにいろんな不動産投資家と知り合いながら不動産投資の話をしてったりして、そうすると、あ、不動産投資のこと分かってるから、じゃあ設計お願いねって言って設計を任されて、投資家さんの利益になるようにっていうので最大限こう設計を突き詰めてやっていくみたいな。で、そうすると設計でも利益上がって、今度ロットの収益がたくさんできてくると、そこで積み上がった収益を使って今度自分たちの不動産投資にお金を回すっていう。そうすると、そもそも不動産投資をやってることがその設計の依頼をたくさん持ってくるような広告になるし、設計でできたお金を今度不動産投資に回して、投資家としても自分たちの立ち位置が上がってくるみたいな。まあ、つまりは単純に設計してご飯食べていこうって一軸に考えるんじゃなくて、自分たちの事業をどう組み立ててどう表現すれば理想の設計業ができるかっていうところからデザインしなきゃいけないと、そういう風に最近思ってる。だからこう設計の依頼をマネジメントするために、多分独立当初はどうやってお金を作るかとかあると思うんだけど、まずキャッシュエンジンをどこに作るかっていうところから考えて、今後の自分たちの事業をどう発展させてどんな設計活動がしたいのかとか、どんなものが作りたいのかっていうのを考えて、そこから逆算して全部の事業を組み上げる必要があるかなと。やっぱ悲しいんだけど、設計量が少ないとかさ、業界的なところで文句言ったってしょうがないじゃない？で、今更そんなん変わんないし、やっぱり自分の実力不足としか言えないと思うんだよね。だから今回で何が言いたかったかっていうと、まあ、設計で食べてくって概念そのものを捨てて、自分たちが理想の設計とか理想の建築とかを作るためにどうやって事業モデルを設計していくか、で、その事業モデルを設計していくプロセスで自分の作家性をどう戦略的にデザインしていくかみたいなことが今後食べていく上で重要なのかなと思ってるっていう話です。まあ皆さんどう思いでしょうか。この話がいいと思ったらグッドボタン、バッドボタン、どっちでもいいので押してくれたら嬉しいです。あと、いやいや設計で食べていけるよとか、食べていくためにはこれがもっと重要なんだぜっていう話をコメントでくれると僕も勉強になるし、これがね、僕の意見が正しいってわけじゃなくて、発信することで他の人との意見の食い違いとか、自分がどういう話をしているのかっていうのを客観的に見たいっていうのがあるんだよね。だからね、ぜひコメントください。あと直接話したい人とかは概要欄にクラブハウスのリンク入れておくので、そっからフォローしてくれると、どっかで僕が話すときに一緒に話して、なんかね、こんな話を対面でできたらいいなって思ってます。ということで、柴田丸でした。じゃあね。